お疲れ様です。今回はね、私の地元福山市なんですけども、暴走族が久々に出て、なんか逮捕されたっていうニュースでしたね。暴走族の、まあ、族っていう割にはちょっと人数が少なくって、7、8人の暴走行為だっていうことだと思いますけども、年齢が14から16歳で、まあ、信号無視して一般車両に接触して事故を起こして逮捕ということだったと思いますけども、 まああの特にね、うん、これについて、私から言うことってのは、そんなにたくさんはないんですけども、まあ、久しぶりに暴走族のニュースが出たなっていうのと、スペクターって昔あったあのスペクターの続きではないような気がするんですよ、それから暴走族をしたいっていうモチベーションがね、一体どっから来るのかなと思うんですけども、まあ、要するに、先輩がやっていて、なんかそこに引きずり込まれたってことではないような気がするんですよ。 まあもしかしたら昔の漫画を見てね、なんかこうやってみたくなったのかなっていうところもありますし、どうなんでしょうかね。もう暴走族を美化したり、昔を懐かしんだりする50代ぐらいの方がいるのと、いうのはね、もしかしたらネタ子を起こすようなことにもなりかねないのかなと思いますけども、まあ今50代の方でね、ちょっと暴走族に覚えがある方ってのは、我が子がバイクに乗ることをなんか推奨するかもしれないですよね、もしかしたらね。 <laughs> その辺なんかお気づきの方がいらっしゃったらまたコメントくださいそれでは一旦失礼します